はい、こんにちは。勝ったねー。あー、いやいやいや、ちょっと勝ったっすねー。いや、ごめんな。はい、長い時間。いや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 、とんでもないです。やっぱ、いや、時間足りないぐらいでしたよ、本当に。いや、なんならようやってくれた。大変そうやったわ、マジで。いやー、やっぱ7日間っていう方では組んだことなかったっすね。あ、ほんま。なんか、だからその僕の、まあ、相方じゃないですけど、薩摩川さんとか秋田さんの、まあその一式をコーディネートするぐらいはやったことあったんですけど、一発一週間もなかったっすね。いや、7日分、一応100万円ぐらい、はい、持っていってんけど、ってました、ね、結果な60万ぐらいかな、全部で。多分そんぐらいだと思いますね。はい、の金額になりましたが、はい、ちょっとこれをだから、もうどんぐりたけしに、あ、そう、あの後な、はい、前回はビームス行って、はい、やったけど、あの後、伊勢丹行って。伊勢丹行きました。伊勢丹ってあんなとこなんやな。すごいですよ。いろんな服屋があって、そこを見て、そうです。その後、ユナイテッドアローズ。はい、原宿のユナイテッドアローズ。もう行って、そこめっちゃ服あって買って、で、パルコ。はい、渋谷のパルコ。これも行かせてもらいました。パルコはーって言って、終了。はい。なんですよね。終わりましたね。ありがとう。楽しいっすね、でもね。ほんま。うん。いいっすね。だからこの空き時間。はい。というか、まあ元気な。はい。ちょっと、一人で自由時間みたいな。はい。何してた？え、僕も買い物しましたよ。あ、買い物してた。はい、いいやん、マジ。あの後ビームス行ったじゃないですか。うん、ビームス行ったね。あの後ほんまにすぐ戻って2着買いました。お前、あー、マジ気になってなったんやん。うわ、あ、そういうの言ってくれたよかったのに。いいね、はい、そうかそうか。いいな、見たいな、それも。それも見たいな。それも見たいっすわ。え、俺らがこう手に取ったやつ？あ、いや、取ってないかもしれないですね。めっちゃ買い物してるやん。はい。じゃあちょっとこれを7日分、だから順番とかも、あと、なんか何聞き方？わからん、このボタン開けるとか、はい、はい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 、ちょっと全部やってもらうわ。OK、うん、です。それでちょっと登場して、はい、7日分お披露目しましょう。 OK です、任せてください。お願いします。はい、はい、こんにちは。じゃあ早速、はい、1日目から着替えていきます。やっていきましょう。じゃあそこから指示してください。 OK です。まずまずこれ、それです。これか。あ、そのまま T シャツ着てはで大丈夫です。お前、はい、あります。 OK です。もう間違えてる。はい、もう間違えてる。話はいやー、裸にジャケット羽織るとかそういうことですね。危なかったです。ちょっと今回だから靴、はい、新品なんで、ちょっとここでも履かせていただきますね。そうですね。これで合ってる？合ってます。でこう OK。 で靴下だけなんだけし、そう、靴下だけちょっとね、靴下とかが間に合わなくて、時間なくて、はい、いやもうすごい、もう本気でやってくれてありがとう。一旦黒、うん、一旦靴下は黒、ね、はい、一旦靴下黒で。いいなぁ。ほんま、いやこの靴なんかいいねんな。これいいですよ。これ実は僕も欲しかったやつなんですよ。いやー、いつだな、これ僕欲しかったやつで。これちょっと紐、はい、もうこんなんでいい。紐なんでそんな変なのになっちゃうの。なんでさ、穴1個。ああ、そう、あ、そうかも。穴1個かな。そう、こうか。1個通すのかな。多分そうっすね。びっくりしちゃう。これはでも、1日目は、はい、まあ、粗品さんの、まあ、イメージとか、うんうん、なんか、見慣れた服装でも、なんかちょっとこじゃれた感じ、なるほど、を出してあげたいなっていうので。いや、もうほんまさ、そんな考えてたよな。いや、そうですよ。そうですよ。やっぱいきなり買いすぎると、やっぱ周りが反応するんです、それに対して。で、それって結構その勇気出してファッションしに行ったのに、そこでくじかれるんですよ、みんな。なるほど。みんなそうなんですよ。よし、これでちょっと変わっ
帰ろうと思ったら、みんなになんか、うん、何その格好みたいな言われて、それでみんなファッションへの道を立つ人が多いんですけど、それやっぱ徐々に徐々にやっぱグラデーションしていくっていう感じですね。いいね。はい、まずはこちら。いいですか、行きましょう。1日目こちらです、どうぞ。セットアップでございます。セットアップね、セットアップどう。いいですよこれ。いいいいよ。こうただ真っ黒にしないというか、まあ、スニーカーでちょっと外すって感じですね。確かに。そうなの。グレーでちょっと、はい、これ同系色ですからやっぱ。へえ。まあ、白黒グレー。はい。ちょっと解説しよう。これ何がそんなすごい、なんなの。これシンプルめなんですけど、はい、やっぱこのチャックの色とか、うん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 、このわかりますこの。このでっかいチャック、うん、これかわいい。かわいいですね、チャック。ほんでやっぱこのグレーとそのスニーカーのグレー、うん、なるほど。で、これちなみにこれダブルジップなんで、うん、開けるじゃないですか。これだとちょっとなんかピタってしてるじゃないですか。はいはい。で、これでちょっと開けてあげる。下から、はい、で、これでちょっと A ライン作るみたいな。A ライン遊びもできます。はい、 A ライン、 A ラインです、これが。こんなんもありな。ありがとうございます。かっこいい。めっちゃかっこいい。これ OAMC っていうところのブランドですね。おー、はい、OAMC。 これも結構いいブランド、かわいいブランドです、 OAMC。 で、スニーカーは、ミズノとグラフペーパーっていうところのブランドがコラボしたやつのスニーカー。これ素晴らしいです、ね、いやー、どう思ってんねやろ、視聴者。これどうすかね、いいと思ってくれてんのかな。1日目 いいと思いますよ、これ。1日目はなるべくシンプルにしようかなと思いまして、で、見慣れてるセットアップで考えてました。俺やで。はい、俺やで。いや、俺何着てもダサいって言われるからさ。革ジャンの時のジャージ。いや、そんなことは言わせない。たけしが、たけしが気合い入ってるからそうやな。いやいや、ありがとう。なんか、うん、じゃあ伊勢丹でこれ買ったよな、はい、これ買いました、伊勢丹で買いました。 OAMC ですね。伊勢丹で、な、あの格好してた俺ぐらいの乳首つけてるし、ジーパンでさ、ちょっとさすがに分かったわ、恥ずかしいとか。分かりました。こういうの買っていく。よしよし、こっからし。1日目。はい。ありがとう。OK です。やめてください。うわー。いいねー、うん、あ、ちょっとごめんなさい。ちょっと戻ってきてもらって。ちょっと OAMC の特徴として、はい、後ろあります。ここ。あら。ここが可愛いんですよ、これが。可愛い。これタグのなんかボタンみたいについてるんですけど、これがまたちょっとポイントになってて可愛いんですよね。っていう、でも俺には見えへんからもう嫌だです。いやいや違いますよ、バックシルエットですよ、それ。バックシルエットがいいんですよ、それ。バックシルエット、はい。よし、じゃあ、じゃあここで、はい、こっかった服はこうやって。ダメですよ、こんなことしたわ。え、何やってんすか。え、何やってんすか、これ。あ、いや、気分かったな。いや、その、家でそんなことやってんすか。うん、もう脱ぎ散らかしてんねん。もっと服大事にしてくださいよ。何やってんすか、おい。ごめん、新しい服。ああ、何やってんすか。お願い、ダメっすよ、ハンガーにかけてちゃんと。そうやな、しようなんないように。じゃあ2日目。はい、2日目がですね、そのそれ、これ、それと、これそれです、それです、はい。じゃあたけし、ほんまに服好きなんやな。いや、服好きっすよ。俺服好きなんすよ、ほんとに。一番好きっすね。ええー、な。一番好き。二番目。まあその順番つけ、いや、待ってくださいね。一番は彼女ですね。あ、そう。あら。あら。じゃないですか。じゃあ一緒のランキングちゃうよ。そうですね。なんか好きなものって聞かれちゃうと思います、ね。あ、いい彼女。はい。で二番は？二番服。三番は？うん、まあ逆。服の方が上。いや、彼女はいいけど、お前、はい、服の方がですね、今とこ。これはでも、これ夏ですねって感じ。ああ、なるほど。だいぶ若返ります。あ、そうですか。はい、見た目の印象とかちょっと B-boy っぽくなるのかな、ちょっとだけ。あ、サイジング的にイメージないですね。そう、やっぱゆったりめ、ゆったりめが今やっぱ流行ってるので、ちょっとそこを。でもなるべくやっぱ粗品さんにやっぱね、シンプルな方が似合うので。オーケーオーケー、おどうぞ。イエーイ。ほら、ショートパンツ、ほらショーツ。いやー、あかんな。どうすか。いや、軽やかで、軽やか、着心地めっちゃいいっすよね。パルクールしたい。
パルクール今すぐめっちゃ軽やか。これシャツもいい感じ。これも結構そのなんか大きめのシャツ、 T シャツとかをすごい当てがってみたんですよ、うん、T シャツが、はい、意外となんかしっくりこなくて、あ残念そうやった。で、その中でもこのシャツはなんかその生地感がちょっとナイロンっぽくてシャカシャカでちょっと切れ目なんですよね。なるほど。カチッとした感じ、うん、で、襟はリブがちゃんとここのリブ、はい、ここがちゃんと布っぽくなってるっていうか、また違うリブロース、はい、リブロースはまた違うんですけど、まあ、ここがその、なんていうんですかね、そのまあ、切り返しみたいな、ね、切り返しね、はい、ここの生地が違うこと。へー、これがまたいいなって、シンプルな中にもちょっと厚みがあるかなって。なんか太ないショートパンツ。いや、これはいいですよ。だいぶ太いですね、これ、うん、この太パンいいですよ。へー、うん、で、聞きたかったんけどさ、はい、こうスネ毛とかどうしたらいい。スネ毛、じゃあ俺もスネ…え、そういう生え方か。あー、だ、そったことないねん。え、はぁ、変な生え方。変ですね。なんでこれ。そんな体のこと言う。変な体のこと言う。これどうなんか処理した方がいいとか。スネ毛気にならないですけどね、全然。いや、今の段階だと気にならないです。で、靴下もまあこれでも全然合ってる、合ってます。うん、黒の靴下でも、はい。って感じですね。これはもう夏です。もうザ夏の粗品さんって。確かに。爽やか。これ海に行くときはこれで行ってください。あ、いいですね。海もロケ行くありやな。ありですね。わお、うん、ありがとう。で、ちなみにちょっとベルト、これあら、何これ、どうこれ、ベルト。ちなみにおそろー、嬉しいわ。嬉しいわ。そんなの好きよな。これね、そう、カラーっていうところの、この僕が好きなカラーっていうブランドのベルトなんですけど、これバックル2個あるっていうね、うん、この味面白み、これですね、色ちゃん、いいですね、ありがとう。これ可愛いんで、これはもうぜひおすすめしたかった、このベルトは。ありがとう。とんでもないです。ありがとうございます。あ、なんかちょっと元気出てくるわ。いいね、めっちゃいい、やっぱ7日間もあると、やっぱやっぱいろんな粗品さんを見れるというか、ね、あ、そうですよね、うん、やっぱ7日間全部セットアップにしたら面白くないじゃないですかね。そうですか、まあ、次3日目3日目、オーケーです。脱いだらダサいですね、やっぱ。何やろな、いや、なんなんやろな。脱いだらダサい。さあ、3つ目。ちょっと可愛らしさを出しました。あ、なるほど。はい、このシンプルな中にも、大人っぽさの中にも、ちょっとやっぱ可愛らしさっていうのね。あ、いいですね。愛嬌必要ですから、やっぱね。可愛くないって言われますもんね。そうなんですか。はい。可愛い。可愛い。可愛くない合ってないろじゃあ。いや、これで可愛さ出さなかった。あ、そうですね。いい。オーケー。いいですか。はい。お願いします。3日目。おー。はい、いいね。いいね。あ、いいね。いいね。いいね。ですね。これ。あ、いい。はい、何がいいと思ったことないの。教えてくれ。いい、これいいですよ。これがそのいわゆるそのカラー、僕が言ってるカラーの、はい、そのビーコンっていうところなんですけど、ビーコン、はい、カラーにもカラービーコンとカラーがあるんですけど、このビーコンのこれシャツシャカシャカして、これ襟がまた違うんですよ、このはまた違うやつ、うん、まこれニット生地みたいな感じの、うん、でパンツが、ポータークラシックっていうレギシブブランド、最後のポーター、いや、たぶんどうなんですかね、一緒なのかもしれないですけど、ポータークラシックって言うんですよ。ポーターなんですけど、で、これがこのね、ちょっと太めの、太いよね。いや、いいですね。で、これ素材感も微妙にこのリンクした感じ、このシャカシャカの感じ。あー、シャカシャカなんですね。これで合わせてますね。で、まあ、グレーグレーの、まあ、青も入ってますね、たぶんこっちね、青も入ってますね、後ろ見てくださいね。いきますよ、はい、青入ってますね。あらららららら、これ、あ、ここに青が、はい、なんかすごい、こういうことですね。いや、後ろのシルエットいいな。いや、めっちゃいいですね、後ろ。モデルさんみたい、本当に。めっちゃ似合いますよ。本当にモデルさんみたい。こういうことなんだよ。ひひ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 ひ
ほんま？はい。革ジャンとどっちがいい？いや、あ、革ジャンは僕が好きました。まあ、革ジャンはまた違いますけど、いや、革ジャンもいいんですけど、やっぱこう僕の中でちょっと可愛らしさをね、うんうんうん、ちょっとだけ。これはトゲなくなるね、俺の。うん。と思いますよ。はい。だから神田伯山おもんないねんとか言っても大丈夫ってこと。これ、あそこまで言われちゃう。それ。これでーす。これが3日目。これ3日目。話し合ってきた。いいですね。あ、めっちゃいいですね。やっぱすごいこいつ。すごい。いやいや。かっこええもん。俺はってか。うわ、すごいな、ね。素材いいからね、やっぱね。うん、そんなの見てくれる？粗品さんはやっぱ素材いいんすよ、やっぱ高身長で。これが持ってないね。さっきですね。あ、なんかあえてインしてるみたいに見えてきましたね。そう。俺のシャツも。これまた、あ、いいとこ気づきましたね。うん、だいぶ上で入ってたんですね。履き方。間違えてました。じゃあ思ってる上で入ってたんだよ。おへそどこっすか。おへそここ。上すぎる。上すぎるかもな、ちょっと。そんなもんだな。もうちょっとここ。もっとナチュラルな感じの方が良かったかな。いやいや、まあでも全然 OK です。思ってる上げてた。まだ昔の俺に戻っちゃった。いやいや、これからです。これからやっぱいろいろね、試してみて。次は？次が、次がこれですね。あ、これこれ俺これボタンあるって知らんかったわ。え、このシャツマジっすか。うん、お、人生で初めて着るかも。お、マジっすか。この形のシャツ。え、うん、嘘、めちゃくちゃベタだけどな。そうなんや。なんかすごい特殊な服が出てくると思ったんですけど。いやいや、俺こんなん見たことない。やっぱたけしはね、どんな服でも、まあ、うん、絶対試着さすんよな。ちょっと気になったもんは絶対にさせる。で、見えてくるもある。そうそうそうす。あと、まあ、たけしと2人で買い物行ってんけどさ、はい、ビームスでさ、はいはい、一発目試着室から俺が出た時の、はい、覚えてる？覚えてます。あれ30回くらいあったな。嘘。嘘。あ、そうですね、2人きりで。これも、もうこれもシンプルですね。これ夏、まあ夏といえばまあ、このシャツになるかなって感じで、はい、なるほど。シャツどうぞ。ポロシャツ。ほら、あ、ポロシャツ。はい。このね、いい。どうですか、一回回りましょうか、ちょっと。このね、このサイズ感ですね。あ、いいですね。ポロシャツのサイズ感。これ JW アンダーソンのポロシャツ。ポロシャツ着たことないよ、俺。マジっすか。うん。これめちゃくちゃ爽やかでいいですけど、ね、あ、いいですね。似合う、俺このシャツ。似合いますよ、うんうん、あり、全然ありっすよ。もしかしたらこれインしてもいい可能性ありますね。あら、しちゃいます。一回してみましょうか。してみようか。まだその試し方はしなかったんで、ポロシャツインすると多分全部やってあげた方がいいと思います。誰がやん。誰がやん。お前、間違いませんだろ。一回インしてみましょうか。ほんで可能性ある。正直。あ、下げた。うん、下げたらちゃんと。あ、いいですね。いいと思います。ほんでここはね。あ、そう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 。ちょっとタイマする。いくで。はい。はい。お、持ってる。感じする。いいですね。これやっぱベルトミス、ベルト可愛いんで。はい、おるな、こういう人、うん、これちょっと勇気出んな。いや、これは勇気います、うん、だから、なんかその着方に飽きてきたなと思ったらこういう着方をする。うーん、はい、でも基本的にはまあまあ入れない方がいいんですね。え、これもありだなっていう、はい、あ、じゃあもうこっちメインでもいい感じ。あ、このインメインですか、うん、いや、そっちはメインにしない方ですね。出した方がいいです。出すのもメインです。はい、で10回これ、その10回このパターンで切るとしたら10回中9回は出して1回は入れる、そんな1回は入れるぐらいの。いや、もうやらんて。ぐらい、うん、
このサイズ感ですね、やっぱいいですね。このシャツのサイズ感めちゃくちゃいいです、これ。オッケー、非常にこれ4日目やっけ。これ4、4、なんか楽しいな。あ、めっちゃいいっすね。じゃあ5行こうか。5行きましょうか。まだまだあるもん。次は次はですね、ここだ。そのパンツですね、入れ替えましょう。来たよ、来たよ、ついに来た、ついに来ました、来ました。これ激アツパンツ。あ、本当ですか。激アツコーデですね、ここは。おお、もうちょっと、本当に生まれ変わってほしいという、あら、今回のお目玉、今回の目玉ではありますね。おお、これはね、これ正直粗品さんだから似合ってる、えっていう、嬉しいファッション。うーん、僕は無理。ほんで上は、上はそのこれか。はい、その上からで大丈夫です。え、これどういう気味？普通にボタン開けていただいて、はい、普通にボタンを、おい、なめやがボタンを開けていただいて、それだけですか。はい、それだけ。で、前は開けんの？これ前開けですね。これはね、もうかっこいいの一言。おぉ、靴がそっち。あ、靴も変わる。下半身結構変わるね。楽しみ。これだいぶかっこいいっすよ、俺ちょっと。あ、本当ですか。これ試着した瞬間もうえぐいな。あ、来ました。ちょっとビビッと。嬉しいな、正直。いや、これ粗品さんじゃないと似合わないなとは思うんですよね、これね。はぁ、俺がこんな格好してるのは見たことないろ。ないっすよ、こんなの。これぞ、これぞおしゃれやってるなみたいな感じ。こんなん楽しいっすよ、こんなんで。こんなんで、こんなんで街歩いてたらもうほんまかっちょいいと思いますよ、これ。行こうか。ちょっといいっすか。ほっ、オーケー、オーケー、行きましょう。はい、カモン。うおー、これは、いや、これやばい。これかっこいいっすよ、これ。これやばいっすね。そうなの、これかっこいい。めっちゃかっこいい。はい、この感じね、後ろから見たの。うぇー、これまた後ろの丈が長くてねっていう。あ、これやばい。パンツね、これパンツ。パンツやばいっすね。パンツエグいんすよ、これ。パンツエグい。やりすぎじゃない、大丈夫。かっこいい。これかっこいい。これ何系っていうの、これは。これなんていうんですかね、まあ、モード。モード。なんかモードと言われる、なんていうんですかね、まあ、激しめなおしゃれみたいな感じですかね。攻めてる。まあ、攻めてるってことですね。うん。しゅんくん、どう？いや、かっこいいっす。これね、ほんま。ほんまに。どうかっこいい？いや、その、なんでしょう。奇抜な感じというか、ちょっと攻めてるよ。そう、これ攻めたんですよ、結構攻めて。これシャツだけ見た感じかかってて、って思ってて、はい、まあでも一応まあこれ同じとこなんですけど、メゾン、三原康弘っていうところなんですけど、そうですね、三原康弘ですね、はい、とこなんですけど、これ一式そうです、これもこれもこれもそう。あ、そうなんです。同じブランド。靴が変わった。はい、靴も変わりました。これも可愛いですよ。いいですね、靴も。重厚感で。この真っ黒なシンプルなあのシューズなんですけど、中にちょっとねこういう ね柄が入ってるというか、これがまた遊びがあっていいって感じです。へ、これはでも、もうひょっとしたら賛否あるかもしれない。あ、そう、これ結構賛否ある可能性ある。僕はやっぱこういうなんかね、英語がなんか入ってたりするとなんかそれだけで嫌う人がいる感じがあるっすけ ど、 でも負けてないです、正直。へ、このファッションに負けてない粗品さんという、気持ちいいな、人間が。本当に気持ちいい、これ完璧です、本当に。これ一応目玉、これちょっと目玉でしょ、僕の中で。はい、ありがとう、正直。はい、第5日の金曜日、完璧です、これ。ありがとうございます。パンツエグいわ、これ。えぐい、パンツエグいわ。元気、ちょっと見直した。いや、見直しましたね。かっこいい。こんなんできたら俺ついてきますもん、これっていうか。ついてきます。一緒についてきますよ。ちょっと嬉しい。ちょっと6日目。これ6日目にしよっかな。ちょっと。ほんまか？いや、俺これ見た瞬間ちょっと
あ、いけんじゃん、これもっていう。あ、幅広がりました。はい、幅が。オッケー。これ6日目、これおい、シャツを脱ぐだけ。おい、これ活かし、これ活かし。俺が唯一持ってた。そうですよ、これ活かし、激ヤバの半袖、これ活かし。あ、もうかっこいいですね。これね、この着方ありなんですよ、やっぱ。うん、ほんま。ちょっと、もうちょっとカッコつけてみてください、ちょっとこう、こういう感じで。確かに。これ見たことか、見たか、見たか、今のこれ、その、やっぱ照れでなんか、こんなんしてるじゃないですか。うん、確かに。はい。そうですよ、そうですよ、いや、するよ。照れないでほしい。はい。あ、めっちゃいいですね。これよ、これ雑誌載ってておかしくない、本当に。あ、本当ですね。はい、これなのよ。おお、それはなしかも。食べへん。食べへん。ほら、もう、ちょっと。これはこれでいいんや。これはこれでいいんすよ。あ、すごい。これはこれでありなんだよな。あ、確かに。これも賛否ありそうですけど。かっこいい。じゃあ、堂々とするわ。そうっすよ、堂々としててほしいです、本当に。うん、あ、ちょ、ヘラヘラしすぎてたもん。そうですよ、なんか、ちょっとこう、なんか、よさよさしい感じで言ってましたね。ハートが、ね、自信持ってましょう、うん、ハートがダサい、このやっぱ堂々と、はい、ハートからですよ多分。ああ、ちょっとそれ、あ、めっちゃかっこいいですね。あ、うまっ。はい、俺はよい。最終日、最終日、最終日は上あっちにしてもらってって感じ。あ、これそのままで。そうっす。最終日はどうですか。最終日は、はい、もうね、なんていうのかな、このやっぱ素子なという、はい、この天才。おお、はい、やっぱその R1 チャンピオン、うん、M1 チャンピオンのこの才能にまみれた男のやっぱファッションはこうでなきゃいけないかなっていうのが、なるほど、一個ありますね、うん、はあ。あー、いいね。おー、いい。いいわ。うん、先ほどよりもまあ大きい変化はないです、はい、そこまで。なるほど。ただやっぱちょっとね、おいおいっていうね、うん、おいおいって感じですね。オーケー、オーケー、はい、最初にカムーン、堂々と行こう、はい、堂々としてください。おお、黒 T、 黒 T、 これしかも中 T シャツ着てます。あ、この白、白、なるほど。ほいで、なんとこの T シャツ、わかりますか、こちら。ロエベでございますね。わー、はい。ロエベの T シャツ、黒 T です。でてじゃね、珍しいんやろ。はい。カバットかやろ、ロエベって。なかなか、そうですよ、ロエベ。ブランドやろ。ブランドですね。T シャツ ?T シャツです。いや、ロエベ、服もいっぱいありますから。そうなんそうなんですよ。の中でも、やっぱ夏、このシンプルな T シャツに、このロエベの刺繍のポイント。5、6万したな、これ。そうですよ。だから、そう、粗品さんだからこういうの着てほしいって僕の思いもあります。嬉しい。はい。っていうのはあります、やっぱ。これって出したらあかんの、ちなみに。出さん方がいい。そうですね。で、これ、中の白 T もちょっとだけ見せるのは、ポイントですね。ここもね、本当だったら、ちょっとだけ、出してもいいの？ちょっとだけ、本当に同じサイズぐらい。こんぐらい、まあ、折ってもいいかな、ちょっとだけ、ちょっとだけ折ってもいいかも。そんなん全部教えてな。分からんから。これこうすると、あ、いいっすね。よりその白の中の白がまたリンクして、あ、かっこいい。これなんか今リンガーティーっていう、なんかここの袖のここのと襟のここがなんか色違いになってるリンガーティーみたいなのがあるんですけど、なんかそれの感じ、この中の。あ、完璧だわ、これ。完璧。かっこいい。完璧。よかった。かっこいい。マジかっこいい、これ。来た。これが7日目。これ7日目。いや、元気どうよ。いや、かっこいいですね。いや、すごいっすわ。かっこいい。はい。俺がとかじゃん。なんでそんな喧嘩みたいになるんだよ。喧嘩みたいになるんだよ。あー、ちょっと、まあ、7日分やってもらったけど、うん、ありがとう、大将。いや、とんでもないです。いやー、すごい労力やったよ。いや、なかなか、もう、頭パンクしそうになりまし
いや、そうやんな。もうこれ以上どうしたらいいんだって。7日目ってなりましたもん。なあ、7日目ってなりました。ちょっと7日目がなかなかこう、はい、でんくて、はい、これ最後なロエベ見つけて、ロエベ見つけて、いやすごかったわ、ありがとう。いやとんでもないです。今日一日、何試着もそうやけど、はい、今もうわって着替えて、そうですよ、着て脱いで、着て脱いで、はい、俺がチンポやったら射精してんで、これほんまチーエッチかエッチですね。俺チンポやったらお前射精しまうで。俺エッチすぎますって。あ、ごめん、エッチすぎた。エッチエッチ、なんか告知とかありますか？告知、なんかそんぐらいのレベルの方がいいんやろ。いや、なんでことですか？ライブのエンディングで告知とか死ねっすよ、もう。あ、もうしてない、もう死ねっすよ、俺みたいなもんは。本当にもうタッチありがとう。まあ、YouTube やってますぐらいですね、会議でね、はい、俺さ、ほい、そうやな、まあ、まずだからこの今言われた順番で着ていったらこうグラデーションになるってこと。そうですね、そうですね。それでいい、はい、それで大丈夫。明日から生まれ変わろうと思ったらまずは1日目のあのセットアップ、そうです。わかりました、ありがとうな。とんでもないです。いや、楽しかった。いや、楽しかったわ。ありがとうございます。ちなみに、はい、この後、ボーリングのロケ行くねんけど、はい、どの服着ていったらいい？ボーリング？あ、ボーリングか。ボーリングだったら、あの、グレーの、あの、カラーのシャツのやつかなって感じですね。あれ、下なんやんけ？あれが、ネイビーのパンツですね。あの、これでね。どれですか？あの、ネイビーの黒の上に、はい、これでもいい。それダメです。それダメです。一応なんかファッションは自由なんですけど、ちょっとそれだけダメです。自由やな、はい。自由なのにそれだけダメです。いや、たけしのちょっとファッション力というか、はい、プロデュース力が垣間見えました。はい、いや、ちょっとありがとうございます。ありがとうな。初めてのことで。じゃあまたちょっと YouTube で出や。お、いいんすか。うん。やった。お願いします。ありがとう。ありがとうございます。よし。